こんにちは、こんばんは。今日なんですけど、久しぶりにね、この前実家帰って、で、なんか昔のなんか暴走族だったりとか、まあ、そういうのの懐かしいものねえかなと思って、まあ実家で自分の部屋なんかガサガサ漁ってたら、まあ何点か出てきたんで、それちょっと紹介しますね、ちょっと。はい。お願いします。紹介します。じゃあね、早速ちょっとね、紹介していきますね。はーい。まず一つ目。うん。一つ目が、これ。これね。うんうん。おぉ。CDX の、うん。サイドカバーかな、これ。サイドカバー？そうそうそう。なんでそれだけあるの？俺さ、CDX 乗ってるときさ、うん、先輩からさ、ビートのさ、アルフィンカバーだっけ。うんうん。そう、あれをね、付け替えたから、で、これ余って、付けてたんだね。あ、そうなんだ。そうそう。懐かしいね、これね。懐かしすぎるね。ね、もう本体はないもんね。本体なんかね、俺がパクられてるうちに、会社もパクられちゃったから。ああ、一番悲しいパターンだ。俺みたいだね、そんなのも。昔のことだから。そうそう。で、これ、そうそう。まあ、こんな感じで CBX を昔の使ったんですよね。そうそうそう。懐かしいね。それだけ見てもね。まあ、俺もこれだらもういらないから、うん、メルカリだね、これは。メルカリ？メルカリ、メルカリでしょ。あともう一つが、ステッカーね。あ、ステッカー出てきたから。ステッカーも紹介していきますね。はい。ざっくり。こんな感じで。あ、いっぱいあるね。いっぱいあったんだ。うんうん。まず、まあ、こんな感じ？はいはい。これ、まあ、これ。うん。まあ、これ。これじゃん？もうこれすっげえぐっちゃぐちゃ。もったいない。うん。あ、これ割れた。これは2パック。全然関係ない。これ割れたね。まあ、こう、うわ、ベッドベッドくっついちゃってる。もったいないね。綺麗に取っとけばよかったのに。あとこれ、うわ、これもベッドベッド。ああ、ほんとだ。すんげえベッドベッド。もうそのまま放置してたんだね。そうそうそう。まあ、これでしょ。うんうん。まあ、2003年だって。まあ、これ、まあ、これもベッドベッドだ。うん、まあ、これ。うんうん。まあ、これ。うん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 。まあ、これ。あ、これもついちゃってる。これ。懐かしいね。まあ、これ。まあこんな感じだね、うん、ステッカーは。ステッカー見るとね、ちょっと。そうだね。まあこれなんかもうだってさ、ベッドベッド、これ見て、管理が。もう20年ぐらい前か。もうそんな前じゃないか。20年以上前だな。あ、20年？いや、俺が持ったって15年ぐらい、16年前ぐらい。20年前ぐらいだね、ちょうどね。20年ぐらい前か。うん、あ、20年ぐらい前だね。よくあったよ。ほんとだよ。でもすんげー汚いけどね、もう汚いっていうか、うん、もう、管理がずさんすぎて、いや、今思うとちゃんとね、取っとけばよかった。まあまあ、そんな感じかな、これは。うん、でもよかった、逆に出てきて。ね。うん。まあ、あとは、うん、まあちょっとこれ俺のじゃないんだけど、うん、これ結構ね、すごいと思う。すごい？うん、はいはい。これちょっと見せますね。これ。何それ？これ革ジャンだよね。これ多分ね、うちのね、うん、うちの多分父親のだと思うんだけど。あ、お父さんの？お父さんの。うん。革ジャンだよね。これ。年季入ってるね。なんて書いてあるの？年季入ってる。東京都目白店。あ、お店の名前ね。カージャンのあれなのかな。で、これ、うん、もう多分、もう当時物なんだけど、うん、これちょっと見てください、ここ。あー、名前入ってるね。横浜警視庁。おー、すごい、よく残ってるね。残ってるよね。ねえ。あ、いくつだ、お父さん。うちの父親だからもう今60ぐらいだから、うん、だからもう何年前？え、60？ 結構前だよね。いや、かなり前だよね。だそんな感じの革ジャンなんだよね、うん、これね。うんうん、だ俺が思うんだけど、その当時の人たちって、うん、特攻服とかって多分ないんじゃないかったかな。ないんじゃないかなと思う。あー、で、そういうのを着てたのかな。多分革ジャンだったんじゃないの、知らないけど。うんうん。まあ、ネームもね、こんな入ってるしね。ほんとだね。そうそうそう。じゃあみんなそういうので着てたのかな。多分ね。なんかでも革ジャンってかっこいいね。革ジャンね、かっこいいね。うん。まあそんな感じっすかね、今日は。うん。では昔のちょっと懐かしいシリーズみたいな感じで。うんうん。まあちょっとね、もうなかなかないかな。もうこれ以上は、グッズ的なものはね。ああ、もう出てこない、ね。もう出てこないと思う。結構探したから俺も。まあそんな感じで。まあまたなんか出てきたりとかすれば、また紹介しますから、その時はまたなんかよろしくお願いします。はーい。